各位女士，各位先生，今晚的酒会即将开始，请各位贵宾。おめでとうございます。おめでとうございます。主任、はい、お願いします。ありがとうございます。はい。各位女士、各位先生，晚安。首先，请台北驻日经济文化代表处沈思淳大使致辞。まず、台北駐日経済文化代表所代表の沈思淳大使より皆様への挨拶をさせていただきます。大橋会長、稲沼会長、森会長、ご来院の皆様、こんばんは、大家好。10月10日は中華民国の建国の祝う記念日です。台日友好関係を促進する多彩な行事の開催が予定されております。今月には台北東京国際映画祭では6本の台湾映画が上映されます。11月からは栃木県宇都宮市で台湾の美しい風景や街並みの写真を展示いたします。来年6月から台北の国立故宮博物院収蔵品の特別展が東京と九州で開催されます。まず、本日大変盛大に、双十国慶節のレセプションが開催されましたことを、心からお祝いを申し上げたいと思います。博物院展は東京と福岡でそれぞれ6月から9月まで、九州の方が10月から11月まで取り行います。ご紹介をいただきました日華金ゴズラ会の会長をいたしております平沼武雄であります。今日は国慶双十節の102年心からお祝いを申し上げたいこのように思っているわけであります。とりわけ3本であるうちの民間投資を喚起する成長戦略につきましては日本と台湾双方にとっても非常に重要な政策でございまして、引き続き経済界はその推進を積極的に政府に働きかけてまいりたいと存じます。沈思淳大使夫人、大橋会長、平沼会長、国会議員先生の皆様、ご来院並びに各教の皆様、こんばんは。中華民国建国102年の喜びの乾杯運動を取らせていただきます。ご手話をお願いします。乾杯。おめでとうございます。ありがとうございます。谢谢毛秘会长。はい、お楽しみに。ありがとうございます。谢谢。